レムジーの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段の程度などのお問い合わせはベルベージーウェブストア掲載後ウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が5月の8日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄に載ってますのでそちらの方をチェックしてみてください。はい、T シャツですけれどもチャンピオン、90年代のミディアムサイズ刺繍タグです。ネイビーボディそしてラバープリントになります。はい、まあ、あの程度ねものすごいいいです。はい、ミディアムサイズちょっとね小さめですけれども、はい、状態は完璧です。はい、こちら、5800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンの、トリコですね、エクストララージ、はい、そしてグレーの、88ボディのラバープリントフットボールですね、はい、828587とね、はい、入っております。はい、プリントね非常にいいプリントだと思います。 XL ボディなので僕はゆったり着れるサイズ感です。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて、はい、ボディがこちらですね。エクストラージのボディで、85%、15%の、ね、レイヨンになってます。はい、グレーボディ、そして染み込み4段ですね。プリントは、ね、めちゃめちゃいいと思います。はい、ネックが、ね、少し伸びてます。はい、まあ、夏に向けてね、なんかタンクトップとかで、ね、重ねて着ていただければ、はい。グレーボディのプリント、黒染み込みです。はい、こちら5800円に消費税です。はい、続いてヘルスニットラージサイズですね。 100% コット白ボディです。はい、で、肩のところにコアラのプリント、はい、まあ、なんかねあのナイキの肩掛け T シャツのようなねちょっとこう肩にコアラが乗っかってる感じです。プリントね非常に可愛いと思います。状態もねかなりいいです。はい、ちょっと女の子が着てもね可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いてポパイですね。ポパイ、そしてフルーツオブザルームのボディにポパイのタグがついております。サイズがラージサイズ、はい、総柄のプリントです。ポパイ可愛いですね。はい、両面プリント、はい、ラージサイズなので自分がちょうどいいサイズなんです。状態もね非常にいいです。これはポップで可愛いんじゃないですか。はい、7800円に処理税です。はい、続いて、はい、ステッドマンのエクストララージサイズ白ボディのローリングストーンズですね。プリントちょっとねここにダメージがあるんですけど、まあ当時ね多分傷物として出ちゃったのかな。ちょっと縫われております。はい、バックも、はい、こちら、89年のねプリントです。両面プリント、これはもうインパクトあっていいんじゃないでしょうか。はい、XL なので僕も着れるサイズ感です。はい、ストーンズこちら19800円に処理しています。続いてボディがエクストララージの黒ボディ、はい、BB キングですね。はい、サイズ感もいいですね。そしてプリントもねかっこいいですね。はい、フロントのみのプリントです。後ろは無地になります。はい、こちらも XL ボディなのでゆったり着れるいいサイズ感、はい、ちょっとねフェード感もねかっこいいですね。はい、こちら9800円に処理しています。はい、続いてはハーレー T シャツです。はい、こちらサイズボディがラージサイズ、はい、50-50ボディですかね。はい、ちょっとね黒のフェード感がいいと思います。はい、後ろがあいいですね。これラットフィンクのプリントですけれどもあまり見ないと思います。こちら、カスタムチョッパーが、ね、入ってます。はい、ラージサイズ少しねあのサイズ僕は小さいんですけれども、はい、フロントプリントまあまあこれはねあのちょっとアメリカらしいプリントですけど後ろがめちゃめちゃいいと思います。はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてポケモンです。はい、これアメリカで、ね、なかなか出ないんですね。はい、これこの間で、ね、買い付けで僕が買ってきたやつです。ボディねちょっとサイズ切られちゃってますけどラージサイズはあると思います。はい、ポケモン、まあ、相変わらずねあのポケモン GO をやってらっしゃる方もいらっしゃると思います。はい、ちょっとね水色ボディ少しね、フェードしてます。はい、ラージちょっと僕は小さいんですけれどもね、はい、ポケモンもね海外でも人気です。はい、こちら15800円に消費税です。で、続いてチャンピオン90年代のラージサイズ黒ボディでフード付きです。はい、これ珍しいと思います。フロントチャンピオンの刺繍、はい、90年代ボディでラージサイズ結構大きめです。ちょっとね XL ぐらいあるサイズ感ですね。はい、状態もねめちゃめちゃいいんです。はい、
まあ、ロンティーなのでね、はい、このくらいの時期だったら1枚で着れると思います。はい、こちら6800円に消費税です。続いてラガーシャツです。はい、まあ、ギャップもね最近また人気ですね。はい、ギャップのエクストララージ、はい、まあ、ラルフもね定番ですけども、ギャップのねボーダーラガーシャツ、配色もね非常にいいですし、サイズ大きめで着れます。はい、いいじゃないですか。6800円に消費税です。はい、続いて半袖シャツいきます。はい、ハワイアンテイストですけど、サイズミディアムサイズ、はい、襟芯が入ってるので60年代から70年代ぐらいですかね。はい、まあ、柄も綺麗ですね。はい、ミディアムサイズ、こちらは 100% ですね。 100% はい、まあ、この辺はねミディアムサイズ、まあ、男性でも細身の男性着れますし、はい、これからの時期ってちょうどいいですね。これも女性が着ても可愛いんじゃないでしょうか。はい、6800円に消費税です。はい、続いてはこちらねちょっとオールドですね。はい、サイズ表記はねちょっと欠損してますが、おそらくラージサイズはあると思います。ちょっと縦ボーダー、はい、100% コットンの、はい、ちょっとね濃いめのパープル、はい、ネイビーとパープルですね。柄もね非常にいいと思います。サイズ感ラージだと思いますね。僕が着れるサイズ感です。はい、柄もいいですね。コットンもね着やすいですよ。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてギャップの、まあ、ハワイアンシャツですかね、コットンの。はい、サイズラージサイズです。はい、これもね柄はいいと思います。よいしょ、サイズラージは結構大きめですね。ギャップのラージもねラルフのラージとかと同じようにちょっと大きめです。この柄もねちょっとハイビスカス的な柄もいいと思います。状態も非常にいいです。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いて半袖のホワイトシャツです。こちらも60年代ボディですね。サイズ表記が、14です。ちょっとね細めですけれども、はい、まあ、このねちょっとスケールシャツ、はい、何気に中に白 T 着ていただければね、はい、V ネックの白 T 着ていただくと結構ねあのデニムなんかにも相性いいと思います。ちょっと細めの男性、はい、こちらも6800円に消費されます。はい、続いてヴィンテージのハワイアンシャツです。はい、こちらボディが可愛いですね、カラフルな柄で。はい、ミディアムサイズ、はい、こちらも60年代 50s ぐらいかな。はい、白ベースです。少しねやっぱ肩のあたりに少し茶色い焼けはありますけど結構綺麗ですね。はい、柄がねこの小ぶりなのもまた可愛いと思います。はい、あまりこう気にせずね着れる感じじゃないでしょうか。はい、こちらで、12,800 円に消費税です。安いですね。はい、続いてボーリングシャツいきます。はい、ボーリングシャツの、サイズ表記はちょっと欠損してますが、こちらボーリングシャツのラージサイズはあると思います。はい、白ボディに黒のチェーンステッチ、そして、はい、ボーリングの上に、はい、ビールを飲んでるおじさんですね。はい、ジャーマニーが入ってます。はい、このサイズ感だと自分も着れるサイズ感ですね。はい、白ボディだとねまたね相性いいと思う、相性いいパンツいっぱいあります。はい、黒いパンツとかね、黒のなんか、ワークパンツでもいいですし、まあできたらね、マッコのデニムなんか相性いいんじゃないでしょうか。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いては、ヴィンテージハワイアンになります。はい、こちらのね柄、ハワイアンでもね鉄板の柄だと思います。はい、そして後ろなんかもね、あのカメハメハダイオーナがプリントされてます。はい、一応ね白ボディ。少しねちょっと小穴をリペアされてるんですけども、サイズはねラージあると思います。僕でも着れるサイズ感、はい、まあ、ネイビーとか黒だったら、ね、もっと、すごい値段しちゃうと思うんですけども、はい、この意外と白もね合わせやすくていいと思います。はい、またねハワイアン人気でねフェイカルフもすごい売れてますね。はい、こちらで 79,800 に消費税です。続いて、ロングスリーブシャツですね。はい、ギャップです。ギャップのパープルのネルですね。はい、ムジネルです。はい、こちらにもねタグがついてますけれども、サイズ表記がちょっと欠損してますが、はい、ラージサイズはあると思います。自分でも着れるサイズ感、はい、ちょっとねこの濃いめのパープルのね、まあ、ネルちょっとねあまり見かけないので、まあ、人と被らないと思います。はい、こちら6800円に消費税です。
はい、続いて、寝るシャツです。シアーズ。シアーズのラージ。はい、そして、こちら、マチ付きの寝るになります。はい。ラージあるのでね、僕でも着れるサイズ感。はい。そして、もう、鉄板の柄ですね。この緑に黄色、ブラック。はい。まあ、着丈がね、このシアーズあたり、着丈が短いので、非常に合わせやすいと思います。どうしてもね、古い寝る、マチ付きの寝るって長い丈が多いので、この辺はもう、バッチリ。はい、この時期バッチリ使います。はい、こちらで 25,800 円に消費税です。はい、続いてレーヨンシャツ、はい、サイズが、ラージサイズ、はい、これもね綺麗な柄ですね、はい、ちょっとね背中に若干ダメージはあるんですけども、その分お手頃です。この黒ベース、黒にブラウンにホワイトのチェック、はい、ポツポツね小穴はあるんですけど、はい、ラージあるのでね自分でも着れるサイズだ。色目もね、めちゃくちゃいいと思います。はい、これいいですね。19,800円に消費税です。はい、続いても04の、はい。ね、青、ネイビーですね。ネイビーとホワイト。はい。まあ、ツートンですね。はい。襟からこの胸のフロントに向けて、はい。結構変わってますね。ちょっとね、汚れが背中にはありますけども、はい。サイズがミディアムサイズ。04のミディアムサイズだと僕がピタッとジャストぐらいのサイズなんです。はい。まあ、50s 好きの方ね、結構渋めでいいんじゃないでしょうか。はい、こちらで 39,800円に消費税です。はい、ロングスリーブのハワイアン。タグがね、めちゃめちゃかっこいいですね。はい、こちらミディアムサイズです。はい。まあ、赤ベースのフラワー柄。はい。まあね、ロングスリーブはね、こうフラップがついたりありますけれども、はい。程度もいいですね。赤ベース、ちょっといい感じに、まあ、エロい感じがしますね。はい、状態もね非常にいいと思います。はい、長袖でね着るのもいいんじゃないでしょうか。はい、こちら 39,800円に消費税です。さあスウェットいきましょう。チャンピオンの、はい、刺繍エクストララージ前 V チャンピオンマーク。はい、次も同じです。はい。サイズエクストララージなので自分でも着れるサイズなんです。少しね色がフェードしている雰囲気もいいと思います。はい、こちら7,800円に消費税です。同じく刺繍の、ラージのトールと入ってます。ちょっとね丈が長いんでしょうけど、そんなねアメリカでうちは乾燥機入れてるので少し詰まってますが、はい、先ほどのとねちょっとサイズ感が違います。ラージサイズ、こちらも7,800円に消費税です。続いて緑、はい、刺繍のラージサイズです。こちらもフェード感いいですね。はい、こちらも7,800円に消費税です。はい、続いてはチャンピオン刺繍のラージですけど、こちらね前部なしです。はい、まあ、見た目ねもうリバースイブとちょっと似てる感じですけれども、リバースではありません。こちらね、ラージでもね、ちょっとゆったりめです。僕でも着れるサイズなんですね。はい、少しフェードした雰囲気もいいと思います。リバースよりね、ちょっと薄いので、逆に着やすいです。はい、7,800円に消費税です。はい。ラッセルです。ラッセルもね、人気出てきましたね。ラッセルの、エクストララージ。はい、こちらも前 V。そしてラバープリントですけど、可愛いですね。ペンステート。はい、XL なので、かなりゆったり着れるサイズなんです。もうね、80s とかね、この辺のボディなので、ポリコットンなので、まあ、軽くてね、着やすいと思います。はい、ラボッとしたサイズ感で、7,800円に消費税です。はい、続いては、ラッセルの無地。ラージサイズ。前部位の無地になります。ここにね、ラッセルの場合、ポチッと、タグが、ピースがついてるのは可愛いと思います。はい、ラージサイズ。僕がジャストサイズぐらいですかね。はい。ちょっと細い方だったらね、ゆったり着れるサイズ感です。無地もね、シンプルでいいと思います。はい。こちらも7,800円に消費税です。はい。続いては、はい、ジャンスポの、USA 製で、サイズ表記はね、ちょっと見えなくなってます。ラージか。ギリギリラージですね。はい。ラバープリント。まあ、黒のね、このラバープリント、かわいいんじゃないでしょうか。リバースタイプです。はい、ラージはあると思います。状態もいいですね。こちらも7,800円に消費税です。はい、続いてはトリコのチャンピオンラージサイズ。はい、こちら50-50のボディです。はい、白ボディの、はい、こちら染み込みの2段ですね。ラージ
こちらエイティーズボディなのでね、50、50のボディなので軽めです、はい。ただ染み込みのプリントね、いいですね。はい、女性が着ても可愛いと思います。はい、こちらも7800円に消費されます。はい、続いて、チャンピオンの刺繍のラージ。はい、これインパクトありますね。デカめのラバープリントです。はい、こちらも白ボディ。軽めでね、着やすいと思います。はい、こちら6800円に消費されます。はい、続いてワンチャンシリーズ。フルーツオブザルームのエクストララージです。はい、これは 何件かな、はい、ちょっと分かる人は分かると思います。そしてね、袖にこの、ワンちゃんの足跡がついてるのも可愛いですね。はい、ボディ XL なので自分でも着れるサイズなんです。はい、このワンちゃんを飼ってる方、ぜひ可愛いんじゃないですかね。はい、愛犬のために、はい、6800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージのスウェット1枚になります。はい、こちらがですね、ボートネックのヘルスリットです。サイズがエクストラージ。XL で、ね、なかなか出ないです。はい、そしてこのね、ボートネック。はい、プリントもね、非常に可愛いと思います。これ XL なので、ね、僕でも着れるサイズ感です。そして、両面プリント。はい。これで、ね、まあ男性でももちろん可愛いと思うんですけれども、女性がね、ダボっと着ても可愛いです。はい。まあ、少しね、フェードしてる雰囲気もいいですし、このモンスターのね、プリントも可愛いですね。はい。こちらで29,800円に消費税です。さあ、リバースイーブいきます。トリコのラージサイズ。はい。ダメージ系です。はい。そして、プリントもね、ラバープリントですけれども。はい。リバースのね、こう雰囲気系、またね、ダメージもね、人気です。僕もね、嫌いではないです。何着か持ってます。こういう、ちょっと雰囲気系のリバース。はい。ラージサイズ、自分がちょうどいいサイズなんです。トリコ、12,800円に消費税です。はい、続いては刺繍のダブルエクストラージ。はい、90年代。はい、そしてこのチャンピオンの、しかも2段ですね。黒にパープル。これ可愛いですね。ダブル XL、ダボっと着れるサイズ感です。まあ、時期的にね、だいぶ暖かくなってきましたけど、まだリバースいけると思います。はい、こちらも12,800円に消費されます。はい、続いてはトリコのミディアムサイズ。はい、グレーボディですけども、はい、このね、ステッチあたりがね、ちょっとこうね、赤いタイプです。ピンクか。はい、ラバープリント2段です、はい。トリコなのでね、生地感もね、柔らかくて着やすいと思います、はい。ミディアムサイズですけどね、ちょっとね、大きめです。はい、こちら、17,800円に消費しています、はい。刺繍のエクストララージ。はい、これプリントがね、珍しいですね。はい。フェンシングになるのかな、はい、フェンシングやってる方、はい、これまたそういう形で着ていただいてエクストラージです、はい、グレーボディ状態はいいと思います、はい、こちら 12,800円に消費税です、はい、続いて刺繍のエクストララージ、はい、90年代ですね、はい、プリントといいますかね、このね、生地でこういうふうにプリント書いてます、はい、フェード感もね、非常にいいと思います。この間よくね、アメリカでですね、黒ボディで、こういったプリント、これがね、取れたやつを見かけたんですけども、これもしあれだったら、ちょっとね、自分の手でね、外して、これ取ってしまってもいいと思います。そしたらこのプリントだけね、少し色が変わって、もともと、多分状態のいい時に貼ってると思うので、これを取ってしまうと、このプリントだけが逆に浮き出るみたいな感じで、はい、そういったプリントね、見せ方もあると思います。もしね、お暇だったら、そうやって外して着てみてもいいかもしれません。はい、こちら、12,800円に消費税です。はい、続いて、刺繍のダブルエクストラージ。はい、こちらも雰囲気系です。ダメージと、はい、染み込みのプリント、ちょっとこういい感じにダメージが出てます。はい。まあ、このかなりね、生地感ももうダメージボロボロ着てますけれども、はい、こういったのお好きの方、まあ、ちなみに僕も好きなんですけど、ラボット来てください。はい、こちらで12,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストラージ。こちらもね、首元少しダメージ。はい、バージニアとね、これラバープリントがちょっとハゲてますけど、このいい感じのね、ひび割れ感、雰囲気抜群にいいと思います。はい、エクストラージゆったり着れるサイズ感です。雰囲気はね、お手頃です。12,800円に消費税です。
はい、続いてフルジップパーカーです。ちょっとね、これタグがついてるんですけど、刺繍のミディアムサイズ。はい。しかも、茶色、まあ、エンジンか、に目なし。ちょっとね、ブリッジされたフェード感もあるんですけど、こちらもね、はい。まあ、ミディアムサイズですけど、フルジップなんでね、ラージぐらいのサイズ感です。はい、完全な雰囲気系ですね。この辺はなかなか出ないです。はい、おすすめです。25,800円に消費税です。はい、続いて単色タグ、はい、青単色のエクストララージ、はい、赤ボディですけど、ちょっとねここ首元にリペアが入ってます。はい、胸にねワンポイントなんですけど、通常多分この辺だと思いますが、結構ちょっと下についてるんで、ね、面白いですね。はい、こういうねちょっとミスプリみたいなのね、逆にこう古着にとってはね、あの面白いポイントだと思います。はい、XL なのでゆったり着れるサイズ感です。はい、赤のフェード感僕大好きなんでおすすめです。こちら29,800円に消費税です。はい、1枚ベストです。ラッセルのベストですね。ラッセルで、こちらがね、裏がね、こっちのモケモケのこうスウェットタイプです。スウェットタイプの、はい、ラッセルのベストです、ね。チャコールグレー。はい、まあ、あの、T シャツの上かなんかにね、合わせるのにちょうどいいと思います。一応ね、サイズがラージサイズです。こちら6,800円に消費税です。はい、久しぶりだな。ブラック357ですね。はい、スモールレギュラーのデッドストックです。はい、スモールレギュラー。僕もこれね、ミディアムショート持ってますね。はい、やっぱね、黒、たまに着たくなります。はい、まあ、デッドストックなのでね、パリッとしてますので、この状態で着ていただいて、かっこいいんじゃないでしょうかね。はい、ちょうどね、今自分、夜ちょっと涼しかったりね、朝涼しい時にさらっと羽織るのにちょうどいいです。はい、こちら357デッドストックで12,800円に消費税です。はい、続いて、アンチフリースですね。マクレガーサイズが44です。はい、このブラウンもいいです、ね。状態がバキバキです。もちろんね、赤と黒があの鉄板で人気ですけど、ね、逆にこういったね、外した柄、あと44大きいサイズなかなかないと思います。しかもナイロンと裏地のフリースバキバキです。はい。こちら29,800円に消費税です。はい、続いてダブルライダースですけれども、はい、60年代ですね。はい、こちらスポーツウェア、まあ、シアーズですね。サイズがですね、これ40どうでしょう、44ぐらいあるのかな、大きめです。はい、まあ、雰囲気系のね、ダブルライダースです。ダブルライダースですけど、はい、自分でもね、はい、ちょうどよく着れるサイズ感。はい、僕はね、ショットのね、ショットキート44ぐらいです。なので、同じぐらいのサイズ感。はい、ちょっとゆったり着たいとか。はい、これね、革の、少しね、フェード感はあるんですけど、革質が柔らかくてね、非常に着やすいです。はい、ちょっとこの雰囲気ね、こういった雰囲気出てるライダース、なかなかないと思います。はい、こちら、59,800円に消費税です。はい、ちょっと一発ヴィンテージいきましょう。はい、サード557です。557のサイズ40表記、パッチもまだバッチリです。はい、557なのでね、裏は、WX はないので裏生地は薄くないです。そしてボタン裏が、はい、こちらがですね、 O です。 O ボタン。はい、この年代実を言うとですね、 WX の、ね、一番初期とかあれなんですけど、ここよく見てると黄色いステッチが多いんです。黄色ステッチ多いとね、やっぱちょっと嬉しくなりますけど、着た時のね、雰囲気はまた違ってくると思います。はい。まあ557、これはもう大ボタンなので、もともと裏薄ではないと思うんですけれども、はい。もういわゆる WX が終わった本当のね、過渡期です。はい、サイズ40。はい。僕はちょっと小さいんです。僕が普段着るなら44ですね。はい。でもね、40着れる男性結構いらっしゃると思いますし、全体的な状態はね、非常にいいです。はい、サード、こちら、298,000円に消費税です。はい、パンツ行きましょう。ベン・デイビスのデッドストックです。はい、こちら、303に、はい、濃いめのグリーンです。オリーブグリーン、ビリジアングリーンか。はい、お鉄板です。デッドストックで、9,800円に消費税です。はい、リバースウィーブのスウェットパンツです。トリコ、いいですね。トリコのエクストララージ。状態めちゃめちゃいいんです。そして、ラバープリント、ワンプリント入ってます。はい、スウェットね、スウェットパンツ、まあ、ダボっと履いてもらって、
まあ、上にカバーオール着たりとかね、しても可愛いと思います。はい。こちらで7800円に処理税です。はい、続いて、ラルフ・ローレンのコーデュロイパンツ。はい。こちらがサイズ表記が3230になります。そして、タック入りのパンツなので、はい、ちょっとね、シルエットちょっと細身でいいと思います。はい。まあ僕は32は入んないんで、細身の男性、はい、合わせやすいですね。これにジージャン合わせてもいいと思います。はい、こちらも7800円に処理されます。はい、続いてリーのコーデュロイパンツになります。実寸がね、3132、はい、焦げ茶の、はい、コーデュロイパンツですけど、まあ、リーバイスのコーデュロイ518も人気です。はい、ただね、なんかリーのジージャンとか、ね、リーのウェスターが着たいときに、なんかリーバイスのコーデュロイパンツ、嫌だなって思う人は、リーのコーデュロイ選んでください。はい。濃いめで、少しね、膝の中で少しフェードしてますけど、コーデュロイ自体の状態はね、いいです。はい。パッチも残ってますしね。はい。3132の実寸で、7800円に処理税です。続いて、スタープレストですね。スタープレ。はい。スタープレのブーツカットです。はい。これもね、ブラウンブーツカットで、はい。こちらはね、黒タブのスモールEです。実寸がね、3432。まあ、ちょっとね、軽くブーツカットなんで、大体70年代のベストも少しだけ人気あります。こちらで7800円に消費税です。さあ、ホワイトの501。はい。少しだけね、ここにちょっと焼けがあるぐらいかな。あとは状態めちゃめちゃいいです。はい。3432表記。まあ、夏になってくるとね、ちょっとまあ、ブラックジーンズの人気がね、かなりすごいので、まあでも、やっぱこの辺の暖かくなると、ホワイトのパンツ、白のパンツ履きたくなります。はい。これからの時期、本当に持ってこいだと思います。こちらで、USSA 12800円に所有になります。はい、続いて、USSA の501です。はい。よく見ていただいて、USSA 90年代ですけど、毛羽立ってます。おそらくね、まだね、2ウォッシュぐらいしか入ってないんじゃないですかね。サブ632表記。今の実寸で3532です。はい。まあちょっとね、僕より身長高い方、この辺、実はね、このちょっと毛羽立ったやつでもう乗り付けしてください。実はね、まだヒゲがね、出ます。はい。状態はね、完璧です。USSA 501、こちらで19800円に所持税です。はい、続いて、ヴィンテージパンツです。ユーティリティパンツ。はい。こちらがですね、タグはね、ちょっと欠損されてるんですけれども、はい、ウエスタンコスチュームのね、使われたと思います。はい。実寸がですね、これ3029。これね、ぜひね、女性に履いてほしいです、僕。細身の男性もね、もちろんいいんですけど、これね、女性履くとね、かっこいいんですね。はい。まあ、女性、ベーカー好きな方も多いと思うので、ベーカーのね、カーキをお持ちだったら、これもね、一本持っててもらえれば、はい。すごく合わせやすいです。はい。夏とかね、ペタンとしたパンプスなんかの合わせも非常に素敵だと思います。はい、こちら、ユーティリティで、35,800円に消費税です。はい、続いては、デッドストックですね。はい。こちらね、幻のサテンパンツって昔言われてました。はい、518です。518。これはね、気持ちこうテーパードされてるパンツですけど、3832表記。はい。こちら、まあ、よくあります。ピケと言われるね、ピケと、こちらはサテンになります。まあ、サテンといえばね、リーのウェスターなんて想像する人多いと思うんですけど、実はリーバイスにもサテンパンツあるんです。これ超レアなんです。デッドストックです。3832。はい。そしてこちらもね、42太郎ジッパー。はい。スーパーホワイトですね、いわゆる。はい。ちょっと僕にはね、大きいんですけどね、体格いい方、はい。ちょっとこれハマる方だったらね、持ってていいと思います。デッドストックで128,000円に消費税です。さあ。これいいですよ。はい。リーの 101B センタークルタグです。まあ、ジェームズ・ディーンといえば 101Z ですけれども、まあ、この B もね、珍しいです。はい。そしてベルトループ7本なので、一応センター黒からすると後期タイプ。はい。パッチはね、欠損してます。でも、ピスネームはちゃんと、よいしょ。残ってますし、R すら入ってません。はい。ちょっとね、残念なのがね、裾上げをされてます。はい。でもね、ほとんどわからないと思うんですが、はい。こちら、耳はついてないタイプですね。はい。両方とも。はい。実寸なんですけれども、3630。
僕がちょっと腰で落としてね、履けるサイズだ。ちょうど僕一昨日はねリー履いてましたけど、僕がアルサイド黒田でもね3430を履いてます。これ3630なのでね、ちょっとね気持ち大きめなんですけれども、はい、リーの場合、はい、昔からね好きな方は分かると思うんですけど、古くなると、ポケットが、ね、離れます。なのでちょっとオーバーサイズで履くとポケットが離れるのがねかっこいいという、僕もね昔の大先輩に教わりました。はい、このセンター黒タグはおすすめです。状態もね非常にいいです。裾上げだけです、はい、ちょっとロールアップすればね履けると思うので、はい、センター黒タグのベルトループ7本です。ワンは B で、3630、 298,000 に消費税です。はい、続いて、はい、もうね後ろのラックちょっと見てもらうと分かるんですけど、もうビッグイとかね505も最近探してる方すごい多いんです。はい、こちらマッコンコンです。はい、505ビッグイの大文字ですね。はい、ちょっとここにうっすらねタイプが見えるような気がするんですけど、2931表記、はい、2931表記のビッグイです。細身の男性にとってはねめちゃめちゃいいと思います。はい、ちょっとね耳はついてないんですけど、オリジナルのレングス、はい、マッコンですね。505ビッグイ、この間うちでね僕のサイズなので3430のねこれぐらい濃いやつがやっぱりね35万ぐらいします。はい、濃いやつもねなかなか出ない。これもね細身の男性乗り付けしてねぜひ履き込んでほしいです。はい、乗り付けのお問い合わせはねあのお店の方で受けますので、はい、505ビッグイ2931、こちら19万8000に消費税になります。はい、続いてはいきましょう、503BWX。 はい、一昨日もね僕 503B あの説明したと思うんですが、こちらは実はねちょっと乗り付けをしてます。はい、レザーパッチもねちょっと待っちゃったけど、レザーパッチもバッチリ残っております。そしてベルトループがセンターループ両面です。両面なのでね、両面センターなので54年。はい、そしてこちら実寸が2831です。ちょっと見えますかね、画像でよく見ていただくと後ろ蜂の巣が出始めてます。そしてたまに僕言うんですけど、ここにねうっすらシャッシャッシャッと跡が見えるので、マッチ跡が入ってるんですね。これをね50年代ならではです。1954っていう風にね言っていいぐらいですね。はい、まあ色程度でいくともう本当に色9割ぐらいです。レザーパッチも残ってます。ちょっとレジャーが腐っとなってるので実数2パッチですけど、パッチ容器はおそらく、ね、日給の34だと思います。日給34が縮んでこのサイズ入る男性はおすすめです。はい、もちろん女性でもいいんですけどね。はい、503BWX レザーパッチ1954年頃です。はい、59万8000に消費されています。商品紹介は以上になります。こちらですね、あのベルベルジーウェブストアでもね、あの受注を受けておりましたジョンマンデニムになります。はい、まあ、セットアップでね、もう本当大変多くの方に受注していただき、本当にありがとうございました。あのちょうどね、昨日の、6日であの受注を締めさせていただいていたので、10月頃にお届けがありますので、その辺はね、お待ちください。大変ありがとうございました。